て究極優位ないの。警告だからさ、身近に究極優位いるかなって思ってたのに全然いないんだけど、究極優位って本当にすごく希少ですからね。帝国には現在4体の究極優位がいて、そのうちの1人が金の究極優位、平和と秩序の象徴、黄金極真優位のかな。不屈と混沌の象徴、白銀帝王優位の白。勝利と勇気の象徴、天皇栄王優位のゴテア。誠実と守護の象徴、創世天元優位のリア。究極優位って本来は国に1体いて、それが国の象徴として国全体から崇められる存在なんです。それくらい希少ですからね。自分のことだから全然自覚してなかった。だから私はカナと白が究極優位と分かった時点ですぐに専属品に採用したのですよ。それだけ価値がありますからね。ねえ、メリアー、何か当てはない。このままだと一生見つからないよ。そうですね。私が知っているといえばメルリア姉様がいたメルリア報告に象徴としていた究極優位がいたと思いますよ。メルリア姉様に聞いてみましょうか。お願い、みんな少なくとも一人はいるのに私だけ一人もいないのは不倫だよ。アリシアやコトカちゃん、ザルもいないんですけどね。条件が厳しいので仕方ないですけどね。では玉座に行きましょうか。よくぞ来たな、勇者メリアよ。ここまで来たことは褒めてやる。さあ、戦う前にお前の望みを聞いてやろう。早く初めに抱きしめて耳元で愛を囁いてください。そして頭も撫でてほしいです。そしてキス、最初は軽めで徐々に濃厚なのがいいです。あとは、そこまで言ってない。あの一瞬で欲もまあ、そこまでの欲望を吐き出せたね。まったく、今度は勇者を送り出す王様の役をやろう。あなた、メリアが来ると聞いてすごくワクワクしてましたからね。ああ、メリアは案外こういうノリに乗ってくれるんだ。私もあのメリアが楽しそうにしているのを見るとすごく心が弾みます。私の前でイチャイチャしないでください。姉様、私のご主人なんですからね。メリア、本題忘れてない？そういえばそうだな。メリアが用件でここまで来るなんて珍しい。用件はメルリア姉様にあるのですよ。私ですか？はい、姉様の報告には国の象徴としていた究極優がいましたよね。いますね。緑の究極優、純粋と生命の象徴、スイカ巡航優のリーダー、ミーチューハイドが。姉様らしいですね。緑の究極優を選定するとは。私なりにすごく頑張りましたからね。私の国は汚れとは無縁な方で秩序を整えた生命の国でしたので。はぁ、まあ、時間があればメルリア報告に行こう。な、メルリア。あなた。いえ、いるとわかれば今から行きますよ。ご主人、メルリア姉様をお借りしますね。俺は別にソルテや月下がいてくれるから全然構わないけど。あんまり無理なんだ言うなよ。そんなことはしません。もともとはメルリア姉様の従属ですからね。メルリア姉様から説得してくれた方が話が早いんですよ。あとはカナと直接面談してみて会わなければもったいないですが諦めます。リーダはすごく穏やかで賢い子なので大丈夫ですよ。きっとカナとも気が合います。せっかくのチャンスだからね。絶対に成功させるよ。それじゃあ気をつけて行ってきなよ。うん、行ってくるね。みんなどんどん自分の環境が出来上がってるな。それでどんどん居心地良くなってくれたらいいんだけどね。うんうん、そうだよねー。なのか、月下。私だって帝王直属この絵部隊の仕事があるの。以前の部隊に比べたらかなり楽だけどね。そうか、月下も環境が良くなってよかったよかった。すごく白くて綺麗な城だね。汚れ一つないよ。ありがとうございます。この純白が汚れなき象徴なのです。潔白の報告ですから。今はアリシアにこの国を任せているのですが、アリシアもさすがに管理の代理人を置いていると思うのですがね。そういえばこの国は帝国の管轄なんだよね。戦争か降伏か、とんでもない二択を迫られましたよ。今でも鮮明に覚えてます。メリア極悪だなぁ。ご主人のためなので仕方ありません。それにどうです。国は約束通り綺麗に保っているでしょう。国柄はちゃんと保っていますし、国民の平和も守っています。それだけはすごく安心しました。私の愛すべき民が苦しんでいないのならそれで。良心痛まないの、メリア。負い目は感じてますよ。だから国の保護とメルリア姉様やヒスリットには最高の待遇を与えたんですよ。今回はウリーダも、もし成功したらカナに待遇は任せますよ。私が直接何かを言うことはしません。約束だよ。遠回しに命令でもしたらパトに言いつけるからね。ご主人を出すのはずるくないですか？それ以外の条件を出してもメリアは痛くも痒くもないでしょ。メルリア報告法王代理、エウレカ帝国帝王代理者、メリア、メルトリアが様子を見に来た。顔を出しなさい。目上の私が来てもなお、
か、盛大なおもてなしもないことを恥だと理解しろ。場合によっては消してしまってもいいのですよ。いや、いきなりアクメリアだ。あれで迫られたら怖いんですよ、コンフォー。後ろでこそこそ話さないでくださいよ。なんか私が悪いことしてるみたいじゃないですか。結構悪いことしてるけどね、自覚しないと。君の繁栄とはそういうものなのです。はい、ごめんなさい。メリア様にお待たせさせてしまうなんて。メルリア報告法王代理者、リーラ・ミーチュハイドと申します。エウレカ帝国、アリシア様から代理の命を受けているものです。思ったより小柄ですね。でもこのメルリア報告を支えてくれた一番賢い竜です。そうですか、リーラ、あなたは本日をもってその役割を解任します。解任ですか？はい、その代わりあなたはこの黄金の究極竜、かな、エウレカの直属部隊に所属しなさい。これは命令です。命令ですか？リーラ、私の国を守ってくれてありがとうございます。メルリア様、お元気そうで何よりです。お辛くはありませんか？はい、私の主様はすごく私のことを愛してくださり、そして私も愛しています。何不自由ない生活を送っていますよ。それはそれは、メルリア様にそのような運命の殿方ができて。メルリア姉様、まさかのそこまで。事情は知ってるけど、まさかのそこまで好感度を上げてたなんて。ドルゲでの経験を活かせてるね、パト。今回の移動はリーラの実力に評価してもらって、私が推薦したの。だからお願いできる、リーラ。はじめまして、リーラ。私がかな、エウレカです。所属はエウレカ帝国、帝国保全部隊総長を務めています。帝国の新たな部隊の副総長としてリーラを私の直属部隊としてスカウトしたいと思っているのだけどどうかな。見た目は私と同じくらい。私は問題ありません。ちなみにですが、カナ様はどのような組織を作るつもりで？帝国やその管轄の星や宇宙の環境管理と改善と保護と維持が主な目的だね。世界最強の自然の象徴である究極竜が管理すればきっとより良い世界になると思うんだ。なるほど、それは素晴らしい試みだと思います。この子、私より小さいのにすごく礼儀正しい。負けたらダメだ。わかりました、力不足だと思いますがよろしくお願いします。こちらこそ。あとリーラ、いきなり失礼だと思うんだけど歳はいくつ？歳はこの肉体に転生してから18年ほどなので18歳ですかね。私と同じ歳だね。でも転生って、緑の究極竜は生命の象徴としているくらいなので、肉体が滅んだら再度新たな肉体をつけて転生するのです。以前の肉体は1万年ほど保てたのですがね。その前は確か、じゃあ実年齢は相当上じゃん。リーラは私よりも長生きですから、すごく賢者として頼りになりますよ。私もリーラに比べたら知見はまだまだ未熟ものです。カナの組織内でちょうどいい人材じゃないですか。よかったですね。あともう気を抜いていいですよ。この方たちは私たちに制裁を下さないので。よかったー。私もこんな礼儀作法は久しぶりだから疲れるよー。なら気を楽にして頑張るからよろしくねー、カナ様。カナでいいよ、私がリーダーだけど自分たちの部隊内くらいは楽にしようよ。私も実はそんな感じだしね。そうなんだねー、私たち気が合いそうだねー。よろしく。すぐに仲良くなってくれてよかったです。姉様もありがとうございました。リーラにも役割があるならその方が私も嬉しいですよ。ところでさっきの愛しているとはどういう意味ですか、姉様。そうでしょうね、乙女の秘密です。あんなに異性に対して興味なかったくせに。メルリア姉様も結局ご主人の良さにすぐに気づいてしまったんですね。さすがはメリアやお母様が気に入る方です。私も今は愛しています。ご主人の魅力がわかるならいいです。私が一番は私ですからね、姉様。なんだ、メルリア様、すごく楽しそうじゃん。ここでは国王でも帝国では主に仕える一人の女性だからね、きっと本来の自分を出せてるんだと思うよ。いいね、私も帝国にいたら自分らしさを出せるのかな。もちろん、むしろ私はリーラの自分らしさが欲しいよ。リーラの知恵と経験をまだまだ未熟者の私に貸してね。わかった、まずは二人で、頑張っていこう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。